小野塚はソチオリンピックの銅メダリスト、ワールドカップ最終戦に臨みました。ハーフパイプはエアの高さや回転などの難度を競い、3回滑って一番良い得点が採用されます。小野塚は持ち味の高さを生かして1回目に高得点をマークし、2位に入り、初めての総合優勝を手にしました。日本が大きい震災あってから4年目だったんですけど、元気づいてくれればいいなと思って取れたので、すごい良かったなって思います。